どうも、おひでよ。今日は、柴田のことを、ディスりたいと思います。柴田さんは、昔は面白かったけど、今の柴田さんは、ほんとつまんねえよね。あいつ、俺の名前使ってまで、再生回数稼ごうと思うんで、必死だよね。どうも、ワキジでした。以上、とか、こんな感じだよ。